土屋聖三郎土屋聖三郎4月20日1946年3月3日は衆議院議員医師救命清千葉県武者郡山室村で土屋聖左衛門竹の長男として生まれる1887年聖三郎に改名再生学者東京事件医学専門学校を卒業内務省伝染病研究所嘱託 警視庁検疫官、岐阜県衛生技士を歴任し、退官後は開業医となった。その傍ら日本語雑誌、日本の医界、英文雑誌、ジャパンメディカルワールド、中国語雑誌、東亜医学の発刊、経営に当たった。1916年、牛込区会議員に当選。さらに1917年4月、第13回衆議院議員総選挙で当選したが、 衆議院議員選挙訴訟の結果、安保軍での選挙が無効となり、同年12月8日、千葉県知事により、宇沢わふさ吉上翔一郎、木村正次郎、関和智、津田木一、宇沢栄坂井八、柏原文太郎、磯野隆加石関一と共に当選証書が取り消され、議員を退職し、同月に実施された再選挙で当選した。その後、 第15回から第20回総選挙まで連続当選を果たした。ありがとうございます。